たりまで、今走っているところぐらいまでは確か線路が来ていたような気がするんですが、記憶が確かではありません。ちょっとね、帰ったら昔の刈ヶ瀬峠の線路がどこまで続いていたかっていうのはきちんと調べてお伝えはしようと思います。基本的に事前調査はしないスタンスですから、事前調査しないスタンスなので、まあ気になるところがあったら後で調べる、それが私のやり方ですのでお察しください。もう地球の力だけでですね、もう快適に車が走っていきますね。レーダー式ネズミ取りエリア。そしてやっぱりね、今のボルボの方がこうやって空走している時のフリクションっていうんですか、フリクションが少ないからなのかスピード落ちないですよね。インプレッサの時はね、ニュートラルに入れてればまあそれなりに重力に引っ張られていったんですけれども、ギアが入ってるとね、すぐ止まりそうになります。これぐらいの傾斜だったら。お、そしてですね、目の前に見えてきた建物群、あれはサホロリゾートですね。リゾートホテルです。刈ヶ瀬峠5合目、ここでやっと半分下ってきたっていうところですね。刈ヶ瀬峠なんだかんだ言って長いですね。特にこっちの十勝川、十勝川は結構ね長いですよね。これを左に曲がるとサホロリゾートになります。このサホロぐらいまでは昔実験線って言って、一部線路がですね残されていたりしたんですけれども、あの線路が実験されなくなったのはいつぐらいの話なんでしょうかね。それもまあ合わせて調べておきたいと思います。いや、それにしてもですね、ポケモン GO がポケモン GO の配信が今日に間に合わなかったっていうのはちょっと残念ですね。絶対に秘境駅でポケモンゲットだぜって言おうと思ったんですけれどもね、ちゃんとポケモン GO のですね、他の人の実況動画とかも見て、今回の現地調査に間に合うように予習もしてったんですけどね、配信されなくて残念です。結構ね、やっぱり他の人気のある配信者の皆さんはポケモンゲットした時にテンションが高いですよね。ポケモンゲットだぜみたいなね、僕がね無理してテンションを上げても、NHK の不自然なバラエティにしかならないんですよね。わかりますよね。僕のチャンネルを登録しているリスナーの皆さんなら分かってもらえると思います。僕が無理にテンションを上げても NHK のバラエティにしかならないんですよ。だからね、どういう風にポケモンゲットだぜっていうのを言おうかどうかちょっと悩んでます。本当にテンション低く言うか、投げやりに言うか、不自然なバラエティになってもいいからちょっとテンション高めで言うか迷ってます。まあこれどうしようかな、ツイッターに投票とかでも置いてみようかな。いや、まあいいや、どうせね、なんかもうそれで決めたところで、結局なんていうか、その時の気分でテンションが高かったり低かったりすると思うんで、まあ、決めてもねしょうがないんじゃないかな。右側にですね、屋根付きの立派な駐車場が出てきまして、左側にはですね、覆面パトカーじゃなくて交通安全指導車ですね、茂みにサイドを隠してですね、覆面っぽく見せて通行人をビビらせようとする悪意の感じる交通安全指導車でした。いや、あれはね、覆面がいて誰かが捕まってるようにしか本当見えなかったですよ。ひどい話ですね。まあいいけどさ、別に
そしてカリカチ峠もですね、さっきの駐車場で一応終わったので、もうすぐですね、新徳の街が見えています。ラーメンロッキーカリカチ店、昔ここでラーメン食べたことあるんですけれども、ラーメンロッキーカリカチ店ってありますけれども、カリカチ店以外のロッキーってどこにあるのかな。まあそれもちょっと後で調べておきますか。そしてこのカリカチ峠降りてからの新徳エリアですけれども、意外と左右にですね、あの観光客相手のお店が結構あったりします。なんだかんだ言って札幌リゾートのお膝元なんだなと、そういう感じがします。目の前に見えている山はですね、あれは日高山脈ですね。近い方の山から順番にですね、遠くに行くに従ってあの山の色がかすれてくる感じがですね、あのグラデーションがいい感じですね。それにしても今日ですね、この札幌新徳まで来るのに結構時間を食ってしまいましたから、結構ね時間がないです。押してます。今日なんとかね、帯広駅まで現地調査を終わらせる予定なんですけれどもね、終われるかな。右は新徳そばの、新徳物産グループの本社だそうです。新徳はですね、そばは非常に有名ですね。左の畑のこの白い花、これ全部そばの花です。新徳そばは有名ですね。あと音威ネップそばなんかも有名です。まあそばね、どうしようかな。まあ時間があったらね、あの食べていきたいとも思ったんですけれどもね、なんか今年はラーメン系の配信者がバズるっていう噂もちょっとどこかで聞いた気がするので、うん、ラーメン系の配信者がいるんだったら僕はそばでもやってみようかなってちらっと思ったんですけど、やっていません。そしてあれは何ですか、右側にですね、またあのなんていうか、あの赤いですね、あの電気をつけている車がいます。これはサイレンありません。これは本当に覆面かもしれない。いや、こんなピックアップ覆面とかね、ありですか。いやでもね、中に乗ってる人なんかね、青い服を着ていたから、あれはあのリアル覆面かもしれない。あんなピックアップの覆面なんてさ、わかるわけねえよ。わかるわけねえって。あ、気をつけてください。トカチにはね、ピックアップの覆面がいます。北海道に出没するのはクマだけじゃないんですよ。ああいうのも出るんですよ、北海道は。北海道はね、意外と奥が深いですよ。そしてここにですね、オービスが今あるんで、けたたましくですね、レーダーが反応しています。もうすぐ通過します。これ多分ね、制限が60だから50まで落とさなくても全然いいんですけどね。はい、じゃあ通過しました。とりあえず通過しましたので、まあこれで一安心なのかな。ただ結構やっぱり十勝エリアは油断できないですからね。十勝の人ってあの他の地域の人に比べるとですね、スピード出す人が多いんですよね。やっぱり札幌とかそういう都市部から離れたところになればなるほど、この広い北海道をなるべく狭くしようとですね、頑張る車が多いんですよね。そしてこの辺まで来るとですね、なんか清掃工場だとか、なんかなんだろう、工場、木工場みたいな工場だとか、まあ、建物が増えてきましたね。そしてなんか水滴もつきてきましたね。いやー、まあとりあえずね、いつだったかな、根室本線、下富良野線シリーズみたいに、
雨で全然現地調査できないとかですね、いやできないっていうか、あの時無理やりやったんですけれども、そういうことにならなければ、まあそれでいいかな。小雨がパラつくぐらいだったらね、全然行きますよ。そして左側には平屋の団地があって、この辺からもう新徳の市街地が始まるんでしょうか。右には廃屋があります。この橋を渡ったら新徳の町ですかね。ちなみに根室本線はすぐ右を並行して走っています。本当は新徳の駅に行くんだったらここ右に曲がった方がいいんですけれども、ただまあ国道38号車載動画を撮るというですね、高い志が私にはありますので、38号を通って新徳駅の方に行きます。新徳の町に入るとですね、やっぱり車の数が多いのか、結構交通量がですね増えてきましたね。もうすぐ右折なんですけどね、ナビにはすぐそこみたいに書いてあるんですけれども、なかなかですね、こうも道路が詰まっていると遠いです。でかい北海道がますますでかくなっちゃいますね。なんだこれ、左にあのピックアップトラックがまた曲がりましたけれども、ここで橋を越えて、これを右に曲がるとですね、北海道道1075号、新徳駅前通り、正式名称は中央通りと新徳停車場線というらしいです。これをまっすぐ行くと新徳駅です。新徳はですね、もともとはやっぱり鉄道の町ですよね。なんといっても根室本線と石勝線が分岐する駅ですから、当然市街地もですね、ご覧の通り立派です。駅も立派です。見てください、このリゾート風のこの駅舎。そしてこれ進入禁止なんだ。俺左に曲がるのか、左に曲がって、まあ、これが新徳のメインストリートで、これを右に曲がると JR 新徳駅の駐車場。なるほどなるほどなるほど、これが駐車場ですね。まっすぐ駅前には入れないということですね。そしたら新徳駅駐車場の方に車を止めていきましょう。新徳駅立派です。さすが札幌リゾートの玄関駅ですね。新徳は大きい駅なんで、入場券買わないと中に入れないやつなので、ご了承ください。